とりあえず落とした人。なるほどね。はい。に対しての包容力、ね。なんかもうぼやけちゃったよってことか。そうですそうです。それに対してどうやってこうアプローチするかですね。はい。それではお二人行ってみましょう。どうぞ。あれ。あ、どいどい。あ、そのハイチクバってどうして何のプレイをしてるんだい？ちょっと。どこかな。なくなっちゃった。腰が。え、なになに、何をなくしちゃったの？あ、ちょっとコンタクト落としちゃって。あ、そうか、あきちゃんコンタクトだったもんね。じゃあ、ふみ子、ちょっと待っててね。うん。探してて。踏みそうだな。すごい踏みそう。どこかな。どれだろうな。あ、あ、なに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 、何かお尻を触って。なに、今のあきちゃん。見て。それは、それは、あきちゃん、そんなこと忘れちまおうよ。え、ほら、これお酒だよ。これは嫌なこと全部忘れられるんだ。もしかしてそれを飲めば、ほら、忘れられる。ほら、ほら、ほら、全部忘れる。なんか忘れてる人いる。あ、もう、もう入らないよ。投げてしまいましたね。ついにね。投げてダメですね。はい、皆さん。ちょっとやばい。このお姉さんが何をしてもエッチな方向に行ってしまうんですけど。どうすればいいですかね。公式放送なんですけれども。